ちょっと待て、一回止まれって。追ってくるなよ。俺も止まるから一回止まってくれ。福 <laughs> 男のゴール役が逃げんな。何福男のゴール役が逃げてんだよ。お前らは受け止めに来いよ。なんで逃げてんのなんでって。走って息が上がってる見ず知らずの男とハグするの嫌だろ。我慢しろよ。ゴール役なんだから、ハグするのが仕事だろ。 ほんと最悪だわ。服男になってニュースになる予定だったのに、逃げられてニュースになるわ。もしかして、ゴール役今年が初めて。5回目。なんで逃げるんだよ。4回経験してるなら今までと同じようにやってくれよ。じゃあこっち側の気持ち少しでも考えたことあんのかよ。えすごいスピードで走ってきた男に抱きつかれて、めちゃくちゃ痛いんだぞ。そうかもしんないけど、その後耳元で、よっしゃーとか叫ばれて、マジでうるさい。仕方ないじゃん。それだけ嬉しいってことだろう。だからあんな思いするぐらいならこのまま逃げ切って。 俺が今年の福男になろうかなって。なれないよ。該当者いなかったらゴール役が繰り上げ当選みたいなシステムないよ。そもそもこんなことする奴に福は舞い込んでこないから。叫ばないしゆっくり抱きしめるからゴールさせてくれ。それなら抱きしめていいけど。よかった。ちょっと待って。 ここで抱きしめても服男として認められるのかあの場で抱きしめなきゃいけないんじゃない確かに。じゃあ二人で戻った後、抱きしめる感じにするでも今、神社混雑してるじゃん。神社に入った瞬間、混雑の土さくさに紛れて他の男が先に抱きしめた場合、そいつが横取り服男にならないなるかもな。それなら、抱きしめ合いながら神社に入るしかないか。さすがに嫌なんだけど。抱きしめ合いながら戻るの嫌なんだけど。じゃあどうするんだよ。神社に入った瞬間抱きしめるとして、念のため一回ここでも抱きしめさせてくれ。わかった。よし。 これで君が今年の福男だ。きっといい一年になるよ。幸先悪いけどなあ。あ、メーター上がっちゃいましたねー。あ,あ、そうですね,メーーね。メーター上がっちゃいましたねー。メーター上がっちゃいましたね。 またメーター上がっちゃいましたね。毎回言うんですかメーター上がるたびにメーター上がっちゃいましたねって言うんですかこちらとしてもメーターが上がると気まずいので、ついつい口に出しちゃうんですよね。降りる直前にだけ言ってください。降りる直前はその後お会計だから気まずくて口に出すの分かるんですけど、到着まだまだ先なんで、今後もメーター上がるんで口に出さない方向でお願いします。メーター上がっちゃいましたね。ちょっとすいません。こっちもせになってるんでね。我慢してくださいよ。前処はしますけどね。 そういえばお客さんは今日この後メーター上がっちゃいましたねですか何ですかメーター上がっちゃいましたねが優先されて意味わからなかったんですけど発言がメーターに侵食されてますよ。あ、またメーター上がっちゃいましたね。てかメーター上がるスピード速くないですかこんなガンガン上がるもんでしたっけこのタクシーのメーター5円刻みだから速いんですよね刻みすぎでしょ。タクシーによりますけど大体100円前後じゃありませんメーター上がっちゃいましたね。相づちみたいに言ってますけど相づちでメーター上がっちゃいましたね使わないでください。職業病みたいなもんなんでご容赦ください。あ、そろそろメーター上がりそうっすね。上がりそうは言わないでください。それ許し 始めたらずっと言われちもうむーーしよう。メーター上がっちゃいましたね。メーター上がっちゃいましたね。到着しました。えもう着いたんですかあと10分ぐらいはかかると思ってたんですけど近道通ったんですよね。このあたり詳しいのでこの人できるタイプの運転手だったんかい。いやー僕の株が上がっちゃいましたねー。思い上がるなよ。 何もしかして観覧車止まった観覧車の故障かな最悪だ。生きた心地がしない。大丈夫よ。落ち着いて。でも。まだ乗ったばっかりだから。私たち観覧車の一番下で止まってるから。そうか。このゴンドラが落ちてもそこまで危なくはないか。焦ることないわ。じゃあ、せっかく観覧車乗ったんだし、景色でも楽しむ。楽しめない。一番下だから。私たちは今、ほぼ地上。でも窓の外見てよ。すごい人。すごく見られてる。一番下で観覧車止まったせいで、列の人たちとすごく目が合う。私たちが観覧されてる。 あれから7、8分経つけど全然動かない。ねえ。 ちょっといいかな。どうしたのもしかして気分悪くなったとか好きです。付き合ってください。絶対に今じゃない。ずっと前から君のこといいなって思ってて。今じゃない、今じゃない。告白続けないで。なんで今言うの決めてたんだ。観覧車に乗って8分経ったら言おうって。確かにこの観覧車、頂上まで8分だけど、本来なら頂上での告白になってたけど、登場時間じゃなくて場所に順次で欲しかった。二人だけの思い出にしたくて、この観覧車の中で告白することにしたんだ。すっごく見られてるけど二人だけどころか列の人に見られてるし聞かれてるけど返事聞いてもいい返事 返事は頂上で言っていい今答えてやるよ。待たせてる男の方かまいそうなの。ヤジがすごい。外野がとてもうるさい。俺も今返事聞きたいかな。じゃあ、お願いします。ほんと動き出した。恋と同時に観覧車が回り始めるなんて。ララララブソングみたいだね。あれ観覧車じゃなくてメリーゴーランド。 僕はこれから、憎き玄音を倒す。我が親愛なる友よ。協力してくれるかもちろんです、王子。よし。これから先、僕らは同志だ。いついかなる時も、目的の遂行を第一とし、決して裏切らず秘密を公害しないこと。この剣にかけて誓え <laughs> その剣にその剣でいいんですかこの剣にかけて誓ってくれちょっと錆びてますけど。本当にその剣でいいんですかえ この剣じゃダメかい,いえ、誓うにしては、錆びてるなぁと思いまして。そうか。誓いを立てるには、これが一番だと思ったんだがな。もしやその剣は、代々伝わる剣なのでしょうかそれならば、多少錆びていても問題ないかと思います。これは、その辺で拾ったやつだ。拾ったやつこれ、習得物なんですか今、習得物に誓い立てようとしてます今、手持ちの剣がなくてな。さすがにその辺で拾った錆びた剣に誓うのはどうかと思います。他に愛用している武器などお持ちではありませんか一応、鍵詰めならあるが、なんで鍵詰めあるんですかあまり王子が使う武器じゃないでしょう。探検とかのつもりで聞いたんですけど 受け継ぐな、こんなもの。王子が鍵爪使うイメージないんで。この鍵爪にかけて近いやんないやんない。鍵爪に近うわけないでしょ。もう武器じゃなくていいんで、もう少し身近なもので誓いを立てましょう。身近なものじゃあ、この服に誓ってくれ服で行きます服だとしてもなんで中のシャツなんですかせめて外側の装飾品たくさんある方にしましょうよ。わかった。それではこの服で誓いを立てることにしよう。誓いにちょうどいい意見を探し出すことを、この服にかけて誓え誓いの内容変わってます。 こんなとこで何してんだよ。彼女が沖縄行くの今日だろ。まだ間に合う。会いに行けよ。仕事中なんだ。邪魔しないでくれ。成田初の15時の便で沖縄行っちまう。彼女もお前のこときっと待ってる。本当はお前に会いたいと思ってるよ。だとしても、仕事をったらかして行けるわけないだろ。お前成田空港の職員だろ。行けよ。行ける距離だろ。この空港に彼女来てるんだから。 飛び立つ彼女に会いに行くのにこんな適してる職場ないだろう。大げさだな海外行くわけじゃあるまいし沖縄なんだから別にいつでも会いに行けるだろう沖縄は距離だけで言えば海外そんなに気軽な距離じゃないって今行かないと絶対疎遠になる後悔するよ 仮に仕事をほったらかしたとして、こっから空港まで何分かかると思ってんだ。0分。空港内。近いなんてもんじゃない。だとしても、この広い空港内で、どうやってあいつのことを見つけ出せばいいんだよ。搭乗ゲートに行け。乗るとしたら絶対そこにいるから。沖縄行きの飛行機が飛ぶまで、あと1時間しかないんだぞ。間に合わねえよ。全然間に合うよ。まだ搭乗可能時刻になってないんだから。確かに時間や場所は問題ないかもしれない。でも俺は仕事中なんだ。急に午後休なんて、取れるわけないだろう。休憩もらって行けよ。午後丸々休む必要ない。残念だが、昼休憩はもう終わったんだ。トイレ行くふりして行けよ。 トイレ休憩くらいの時間で会って話せるから、それぐらい近いから。あいつの気持ちはどうなるあいつは俺に見送りしてくれなんて言わなかった。あいつは俺に会いたくないんじゃないのか会いたいはずだよ。会いたいから羽田じゃなくてお前が働いてる成田空港から沖縄行くんだろ。会いたくないなら羽田選ぶって。お前の言う通りだ。分かった。会いに行くよ。実は俺、あいつに渡すかずっと迷ってたものがあるんだ。早く行って、渡してやれ。うん。あいつとの出会いのきっかけになった。思い出のハサミ渡してくる。それ保安検査場で引っかかるかも。 それでは誓いのキースをちょっと待った俺ずっとマリのことが好きだったマリのパートナーになりたいと思ってた嘘まさか自分の結婚式でちょっと待ったされるなんてだからマリ俺のセカンドパートナーになってくれセカンドパートナー彼女じゃなくてセカンドパートナーになってほしいこれ本命じゃないことあるんだちょっと待ったでプラトニックな関係求めることあるんだ さすがに本命にはできないよ。マリは知ってると思うけど、俺は既婚者だから。あんま既婚者がちょっと待ったやらないのよ。独身が略奪するためにやるのよ。でも、どうしても俺のセカンドパートナーになってほしいんだよ。そもそもセカンドパートナーなら、ちょっと待ったしなくていいわよ。セカンドパートナーって、婚外恋愛のことだから、私が結婚した後でセカンドパートナーになれる。わざわざ死刑に乗り込む必要ない。確かにそうだけど、君が他にセカンドパートナーを作ってしまう前に、できるだけ早く君のセカンドパートナーになりたかったんだ。早すぎるわよ。セカンドパートナーって、結婚生活がマンネリ化したり、日々の物足りなさ。 感じ始めてから作る人が多いいののよこんなな新婚狙わないでちょっと待った僕、マリさんのことが好きだもう一人来たこの結婚式から二人で抜け出そう一応確認だけど、セカンドパートナーとしてではなくセ、セカンドパートナーちゃんと法名として来てる人だ一人目のせいで変に疑っちゃったさあ早く、一緒に抜け出そうさあ、一緒にセカンドパートナーになろうセカンドパートナーの方は抜け出すとかじゃないんだ口頭で約束したいだけなんだ気持ちは嬉しいけど、二人ともごめんなさい 君のことを信じて黙っていてよかったよ大丈夫よ私にはあなただけだからありがとうでもセカンドパートナーは好きにしていいからねえだって俺もあそこに俺のセカンドパートナーいるからセカンドパートナーいるんだ参りましたありがとうございましたうん中盤のここそうですね かぼちゃプリンめっちゃ美味しくなかったですか思っためっちゃうまかった美味しかったですよね結構ずっしりとしてて食べ応えもあったし甘さ控えめだけどしっかり味があって最高だったわ感想戦で将棋じゃなくておやつの感想言ってる将棋の手について感想言う時間なのにおやつタイムで出てきたおやつの話で盛り上がってる 4号銀のとこが勝負の分かれ目でしたかねそこまでけど、その前の私が刺した3七歩かなあれが良くなかったわ。それって、僕がちょうど桃のムース食べてた時に刺した手ですかそうそう、桃のムースうまそうだったよな。めっちゃ美味しかったですよ。すぐおやつの話になる。やっと将棋の話に入ったと思ったのに。3七歩、桃のムースうまそうだなって思いながら刺したから、刺す場所間違えたんだよね。おやつに惑わされてる。おやつが原因で握手さしたんだ。トップ騎士にこんな弱点があるなんて。 でも竜王が食べてた塩バター大福も美味しそうでしたよ。あれうまかった。食べる時劣勢で苦しかったのに、口にした瞬間うまって言っちゃったもん。言ってましたよね。配信で声拾われたんじゃないですかだとしたら恥ずかしいわ。こんなクランクだったいつの間に感想んってこんな雑談みたいな内容になったの 塩バター大福美味しそうだったな。言ってくれたら一口あげたのに。言えないですよ、さすがに。仲いいな。ミルショーこういうの大好きだろうな。どうする今日これ竜王戦の一曲目だけど、二曲目以降相手のおやつ一口欲しかったら一口欲しいって言うようにする。何その提案聞いたことないよ、対局中の一口ください。自分の分だけ食べるべきだろう。いや、二曲目のおやつでか あ、カラオケ番組やってるじゃん。さあ、ザ・カラオケ対戦。予選も残り2人となりました。次のチャレンジャーは一体何を歌ってくれますか君が代を歌います。君が代 カラオケ番組でカラオケ番組の選曲って大体売れた J-POP とか昭和歌謡だけど国歌歌うの国歌ありなの素晴らしい歌声でした。驚いてたら歌い終わってた。さあ、何点てだ ?97.153! あんますごいと思わないな。高得点だけど国歌だもんな。短くてゆっくりな曲だから採点機器によっては高得点取りやすいみたいな話聞いたことあるもんな。さあ、予選最後のチャレンジャーです。歌ってくれる曲は何ですか君がようです。二人連続で カラオケ番組で連続で同じ曲は良くないだろう。番組側が調整しなきゃ。この曲は昔から母親が歌ってくれていて、僕にとって大事な思い出の曲です。どんな家庭俺母親の君が代聞いたことないけど君が代に思い出とかないけど素晴らしい歌声でした。さあ、最後のチャレンジャーは果たして決勝に進めるのか現在の決勝進出ラインは96.584。みんな君が代だ予選でみんな君がよ歌ってる君が代はこの番組内での課題曲なんださあ、何点だ ?98.882! よく盛り上がれるな。これ生で見てる観客しんどいだろう。さあ、ついに決勝です。決勝戦一人目はこの方。何を歌ってくれますか君が代です。何回歌うんだよ。決勝は違う曲用意しとかなきゃ。カラオケ番組で予選と決勝同じ曲歌うとかないから。この番組国がスポンサーついてんのかさあ、決勝戦二人目は予選一位のこの方。一体何を歌ってくれますか頼むぞ。もう君が代はやめてくれ。歌う曲はザ・スター・スパングル・ド・バナナです。アメリカの国歌だ。 成人にななっったたととといいうここををを自覚ししてて皆さんが充実した日々を過ごすす祈っております市長長の話長いなえー、ーそそろそろスピーチ終わりままますすよ皆さんんいいんででかこのままでえどうしたなんか市長が呼びかけてるけど。今年来ないの今年は市長のマイク奪いに来ないのマイク奪いに来ないか確認してる。市長側から聞くことあんのこれ。奪いに来ればいいじゃん。つまんない話ずっとしてるぞ、私。自分で自分の話つまんないって言ってる。つまらないという自覚持ちながら喋ってたのかよ。せめて本人は有意義だと思いながら喋ってくれよ。おとなしいふりしやがって。こっちは去年マイク奪われた恨み忘れて 去年のしこり今年にぶつけないでくれ去年のメンバーと今いるメンバーは全く違うから成人式の参加者は毎年入れ替わるもんだから舞台上に上がって来いよビビってんのかおい今年の新成人腰抜けしかいねえのかよ市長がおるなよスムーズに終わりそうだったんだからそれでいいじゃんなんで乱入されたがるんだよこっちはマイク奪われないためにわざわざジム会話を始めたんだよ奪いに来たやつ返り討ちにしてんだよ血の毛がすごいなんだこの市長だけ荒れる成人式なんでこんな奴が市長戦勝ち上がれたんだよスタッフの配置遠目にしてるから警備ゆるゆるなんだぞ来いよわざと好き作ってる マイク奪いに来やすい環境にしてる。 全然来ねえじゃねえか。おい、そこのお前、一番前座ってるけど、奪う気ないのもう聞き始めた一番前の人に聞き始めたお前に言ってんだよ。奪う気ないの奪う気ないです。奪う気ないなら一番前に座るな住民税倍にするぞすごいこと言ってるただ前に座ってただけなのにかわいそう隣に座ってるお前は、お前袴着てんじゃん来いよいや、行かないっす。一列目袴金髪は来いよ偏見すぎるって一列目袴金髪がまともなことだってあるよおい、腰抜けばっかりじゃないか来ないならこっちから行くぞ降りてきた市長がマイク奪われに降りてきたどうなんのこれ 離せ話せああ連行されてる <music> この教材通りやれば誰でも簡単に稼げるから教材代なんてすぐ元取れる3か月で成果が出なければ返金保証もあるしチャレンジしよういやでもなー分かった本当は中見せちゃダメなんだけど特別に最長のページだけ見せるわ絶対買うべきだよ こののの情報商材をを売って目の前のカを騙す方法え、これ教材教材の名前合ってるこれ相手に売る教材の名前として最悪なんじゃないの怪しすぎるよ。みんな最初はそう言うのよ。怪しいとか嘘くさいとか。でも素晴らしい内容だから。無理あるって。タイトルが今あなたを騙してますよって言ってるようなもんじゃないこういうのってど素人がたった1ヶ月で月10万みたいな誰でもできそうって思わせるタイトルにするもんじゃないわかった。じゃあ一回セミナー来たよ。セミナー来たら考え変わるから。ちょうど今週末に信者の洗脳を深めるための時間っていうセミナーがあるんだ。名前直球すぎる。組織の裏の目 が面に出ちゃってる洗脳する側が洗脳してますって宣言してるようなもんだから絶対来たらプラスになるってセミナーでのランク昇格の発表の時間なんて大掛かりですごいんだよいつの日か俺もランク昇格してさ嘘つきシルバーや嘘つきゴールドになりたいんだよねランクの名前に嘘つきってついてんのそういうランクってもっとオシャレな名前にするんじゃないオシャレで目指したくなるような名前に設定しなきゃじゃないアホすぎるってその団体ちょっと待てよ俺のことはバカにしてもいいけどさ所属してる団体のことバカにすんなよさすがに怪しい上にアホすぎるから騙されてることに気づけよ騙されてないから上層部のみ 儲けの会が裏切るわけないだろう。組織の名前も直球だ <music> いらっしゃいませすいません店員さんこれの青ってありますかえ、えっ、ー、とあ、はいどうかされましたかいや、あのその格好でよく服屋入れたなと思って <え>服屋入るときってちょっとはマシな服で入ろうとしませんマシのついになる服装ですよそれこの服なのはちゃんと理由があって照明写真機で履歴書用の写真撮った後だから上半身だけスーツなんですよだろうなとは思いましたけどその格好ってサクッと照明写真撮る以外の目的で着ないのでだからこの服でこの店に入ってきたんです上だけスーツのときは写真だけ撮って直帰するんですよそのままウロウロしないんですよ人に見られたくないでしょその格好なんでよりによって服屋入ってるんですかわざわざこっち方面来たんでついでに服屋にでも寄ろうかなってこっち方面 家の近くに照明写真機がなかったんで、電車でここまで来たんです。電車乗ったんですかその格好でそうですね。電車乗って写真撮ってカフェ行ってここです。いろんなとこ行ってる。ここに来る前にカフェ行ってる。 すいません、そろそろいいですかぼちぼち店でないと合コン遅れちゃうんで、それで合コン行くつもりなんですか出会った瞬間巻戦になりますよ。そうですかね。おしゃれとまではいかなくても別に変じゃないかなって思うんですけど。変です。店員がお客様にこんなこと言うの良くないと思いますけど、変です。じゃあ、ここで服買って、それ着て合コン行こうかな。その方がいいと思います。それじゃあ、この短パンの青を一つください。短パン買いますそれ履くと今より悪化しますよ。じゃあ、どのズボンにしようかな。上探した方が良くないですかスーツに合う下探すより上探そうが早いと思います。ちょっとすいません。 もしもしえ今から急遽お葬式スーツならちょうど来てるからすぐ向かうわ。下スーツじゃないですよ。 進捗報告いいですか社員全員に来るメール5件全部読み終わりました。そうか。わかった。もう一ついいですか午前中ネットサーフィンして、ネットニュース10件ほど目を通しました。わかった。それと、テトリスでハイスコア出せました。窓際社員が進捗報告しなくていいよ。窓際社員ってその日やったこと正直に報告しないから、ひたすら静かに仕事してるふりだけしとけば大丈夫。僕は新人の頃、当時の先輩から上司への報告だけはしっかりやると言われたので、なんでそれだけ守ってるんだよ。それ守れる奴がなんで窓際社員になってるんだよ。 あの報告されるとこっちも窓際のこと黙認できなくなるから具体的な報告はしないでわかりました午前中ですがパソコンに触れていましたそんなのでいい本当は報告すらいらないけど報告するならそんなのでいいじゃあ席戻って午後も引き続きパソコン触っててくださいわかりましたすいません任されてない件なんですけど特に関与してません任せてないからね任せてないのに関与してる方が問題だからねすいませんえー、っとあのー、そうだ今日すでにトイレ2回行きました無理に報告しなくていいって 報告内容を絞り出さなくていいよ。トイレの回数知ったところでどうしようもないから。すいません。喫煙所のドア4回開けました。ちょっと来すぎだわ。これ以上進捗多くしないで。こっちも暇じゃないんだよ。報告で上司の手を止めないのも仕事のうち。わかりました。報告は以上ですが、質問してもいいですかまあ、質問ならいいけど。ありがとうございます。仕事中の居眠りに適した体制を教えてほしいのですが。窓際の質問しないで。 久しぶり高校卒業して以来だね久しぶり懐かしいわ今何やってんの今はサラリーマンとして普通に働いてるよサラリーマンか俺今社長やってんだけどお前は年収いくらくらいなただのサラリーマンだから全然低いよ200万ぐらいあ200そうなんだそれじゃ俺より低かった落ち込んで足早に去っていったけど社長なのに俺より年収低かったのかな久しぶりじゃん俺今フリーランスでグイグイやってんだけどお前今普通のサラリーマンらしいじゃんぶっちゃけいくらもらってんの年収200万ぐらいそっか それじゃ俺より低かったっぽいなグイグイやってんじゃないのかよいや僕今六本木のオフィスでベンチャー企業のリーダーさせてもらってるんだけど君は今年収いくらくらいなのまあ200万それじゃ何で200万以下の稼ぎで年収マウント取ろうとするんだよ自分から仕掛けて撃沈していくなよせめて年収マウント取ろうとするならネットで同年代のサラリーマンの平均年収調べてから来いねえ年収聞かせて直球だなワンクッション挟めよ年収いくらなの年収は200ぐらい200円万、まあ、200万 え、200万。それじゃ、同級生誰も稼げてないぞ。こんな稼げてない奴ばかりの同窓会あんのか。一人ぐらい成功しててくれよ。ねえ、やっぱ生活保護最強だよね。なんかあっちで生活保護の話で盛り上がってるな。同窓会で出るワードじゃないだろ。久しぶり、たまたま聞こえたんだけどさ、今年収200万って本当まあ、本当。へえ、有料物件じゃん。有料物件か年収200で有料物件私と結婚しとくモテ始めたぞ。周りが雑魚すぎてモテ始めた。おい、待てよ。お前年収200万だろ俺ら二人の年収足したら250万だから。いや年収 マウンで足すなよついにドライブ2人旅の日が来たね運転頼むよ任せて俺のドライビングテク見せるわそれじゃあ行きますか待って待って酔った状態で運転するのはダメだろいや別に俺酔ってないよ酔ってるよ自分に酔ってるからそれは良くない飲酒運転はダメだけど自分に酔うのは良くない それに、ドライブでテンション上がって言っちゃっただけだから。でも酔ってるのちょっと怖いわ。お先に酔ってるのと自分に酔ってるのは全然違うって。飲酒運転とは別。飲酒運転ではないけど、その状態で運転したら、自分のこと酒気帯び運転になるじゃん。何自分のこと酒気帯び運転って。酒気帯び運転の手記って、月を砕いて言う時の手記じゃないから。テンション上がってちょっとナルシスト出ただけ、ちゃんと運転できるよ。本当に大丈夫か自分のことしか見えてないやつが、一旦停止の標識見えるか見えるよ。ゴールド免許だぞ。それで言ったら、俺もゴールド免許だし。お前免許取って以降、一回も運転してないからゴールドなだけだろ。免許証 本人確認のためににしか使ってないお前と一緒に住んなよでも運転に慣れた頃が一番危ないってよく言うじゃん。それはそうだけど。やっぱり自分に自信ある奴の運転怖いから、今からでも運転代行呼ぶか。呼ぶなよこんなんで。若者のドライブ二人旅を運転代行に任せていいわけないだろ。楽しめないよ。じゃあ少しでも事故の確率減らすために、運転中免許の更新の時に見るビデオの音声流すわ。絶対流すなよ。あれめっちゃ眠くなるから、余計事故りそうだわ。心配なんだよな自分にもお先にも酔ってないから安心して、そろそろ出発しよう。 ごめん気分悪いから休憩したいかもいやお前が酔うのかよ 4DX 楽しみだな失礼します。あれもしかして俺、席間違えてましたいえ、お客様の席はこちらで合ってますよ。私はこの席の 4DX の担当をさせていただきます。ちょっと意味がわからないんですけど。担当って何ですか ?4DX って映画に合わせて席が寄りたりとか風が吹いたりとかあるじゃないですか。それを私が横からやります。あなたがやるんですか自動で風が出るとかじゃなくて風が吹いた場合、私がうちわで仰ぎます。人力なの ?4DX って座席にセットされてる機械でやるんじゃないの隣で人がやるなんてアナログすぎるでしょ。 ここの映画館はこの 4DX が売りですから。だから同様のお昼なのに客が俺しかいないのか。そろそろ始まりますよ。映画館で右斜め前にしゃがんでる人いるの違和感すごいな。頑張って内輪で仰いでる。どうしてもこいつ見ちゃうな。映画に集中できない。水めっちゃ立つだ。指で水飛ばしてる。被ってる被ってる。画面見えないから。正面に立って肩揺らさないで。 揺らしんでしたので、すいません。じゃあ椅子を揺らせよ。4DX で揺れるときって椅子が揺れるもんでしょう。本人の肩揺らさないでください。あの、もう 4DX なしでいいんで。え、もういいんですかこの後、キスシーンの 4DX とかありますけど。なくていいです。こいつキスするつもりだったのかよ。危な。もう吹き替えの映画として普通に見ます。かしこまりました。なんでいなくならないんですかもう 4DX 大丈夫なんで。いや、バブ、今夜うちでパーティーしないかいお前が吹き替えをするのかよ。